皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。作家の村上春樹氏がダイヤモンドオンラインのインタビューでですね、日本の政治が日本の政府を批判したインタビュー記事が載ったんですけれども、総理はですね、紙に書いてあることを読んでいるだけだとか、各国の政治家に比べて日本の政治家は最悪だと言ったことに対して、高須委員長がですね、村上春樹氏を猛烈に批判しておりまして、あなたは日本人ですかと、日本人が選んだ代表最悪というのは日本人が最悪だと言っているのと同じだと思いますというふうに、村上春樹氏をした批判していると。でこれね、高須委員長が断然正しいと思うんですよね。これなんていうか、そのいや別にその日本人だから日本の政府を批判しちゃいけないっていうことはないと思うし、その別に日本人だからこそね、ちゃんと政府がきっちりやってるのかダメなところはダメって言えばいいと思うんですけど、村上春樹氏のあの日本政府批判って全く中身がないんですよ。何が悪いのかとかも全然書かれてないっていうか、今更なんかアベノマスクがどうのとか、その総理が紙に書いてあるとか、だから何っていうか、そのでしかもそれがなぜ悪いのかを一切書いてないんですよね。でもそんなこと、その総理が紙に書いてるのを読んでるとか、アベノマスクがダメだったとか、もうそんなこともうとっくの昔にもういろんな人が言ってるわけじゃないですか。それをこの年末のインタビューに、それがなぜダメなのかっていう理由もなく、ただダメだと。で、しかもそのダメだっていう言い方が、ここがやっぱりポイントなんですけれども、その、なぜ高須委員長がその、あなたは日本人ですかっていう聞き方で批判するのかっていうと、要は各国の政治家は素晴らしいと。日本人の政治家は最悪だって、多分ここが問題だと思うんですよね。本当に各国の政治家が全て正しくて日本の政治家だけが悪かったのかっていうと、そうではないと思うんですけれども、結局村上春樹の考え方って、欧米は素晴らしい、日本はダメだっていう、もうなんかそういうなんていうかアメリカかぶれ的な思想に基づいて、アメリカとかヨーロッパは素晴らしいけど日本は遅れてる、日本はダメだっていう、そういう思考回路の下でしか批判してないようなニュアンスに取れちゃうからダメなんだと思うんですよね。でしかも村上春樹氏のもう本当にインタビューの本当にダメなところは、なんか GoTo はダメだったことを謝ればいいとか言ってて、いや GoTo はダメじゃないんだって、あれは素晴らしい政策なんだと。いやもちろんその旅行会社だけに、利益が集中するような仕組みっていうのは悪い部分とか、冬はやめた方が良かったねっていうのはありますけれども、夏はどれだけの人が GoTo の政策で、その大打撃を受けた観光業や宿泊業が助かったってことを何も分かってないで、いや GoTo はダメだったからせいあのね謝ればいいみたいな、本当にそういう中身のない、批判をしていて、もう批判ですらないんですよね。でそもそもその村上春樹氏、このインタビューでは初め別に政府批判してるわけじゃなくて、なんかその、その社会を滑らかにするには、その突飛な発想っていうかね、常識とはかけ離れた意見を言う人が大事だみたいな、それが芸術家であり作家だみたいな、自分のことを特権意識みたいな感じで持っていて、でもそれも確かにそうだと思うんですね。常識とはかけ離れた意見って社会には必要なんですけれども、そう言っているあなた村上春樹自身が全く普通の政府批判しかできない、しかも完全にメディアに騙されている GoTo 批判と同じようなことでしか言えないっていう、全然とんでもない意見でも何でもないじゃんっていう、それで作家とか言って芸術家気取りして、俺はなんか一般人とは違うぜみたいな、なんかもうほんとそういうのがダメだ。それでもですよ、それでも村上春樹氏の小説が素晴らしいんだったら誰もが納得すると思うんですけれども、ここ十数年村上春樹氏の小説はもう読むに耐えない、全く価値のない、もうなんていうか、かつての村上春樹は素晴らしかったと思いますよ。かつての作品はね、30年前40年ぐらい前の作品は本当に素晴らしい作品が多かった、素晴らしい作品が多かったというか、時代にマッチした作品が多かったけれども、あの作品を未だに出し続けていて、もう時代とのズレがもう激しいわけですよね。で多分その村上春樹氏がこうやって政府批判してるのも、なんかもう本当に周回遅れっていうか時代遅れっていうか、もう感覚がずれちゃっていて、ああもうこの人なんていうかね、なんとか今の日本の空気感とか
そういうことをもう読み取れなくなっちゃったんだなっていう、まあ、非常にね、なんか、 かつて良かっただけに、まあ、残念だなという感じです。まあ、そういう意味で、まあ、高須委員長が村上春樹氏を批判していることに対して高須委員長が批判されてはいるみたいですけれども、この件についてはもう断然高須委員長が正しいというか、もう村上春樹のインタビューがひどすぎる。村上春樹の批判がね、本当に的外れっていうか、中身すらないっていうね、もう本当にひどい批判だな。まあまあとはいえね、もう村上春樹はもう終わってしまった作家なので、ね、まあ若い人もそんなに知らないでしょうし、かつて、ほどなんか発言力に影響力がなくなってしまったのかなっていうところもあるんじゃないかとは思います。